皆様こんにちは、荒川静香です。いつもスケート競技および選手たちへの温かい応援ありがとうございます。今回スピードスケート、ショートトラック、フィギュアスケートの日本代表選手と全国の中学生スケーターのリモート対談を行いました。私も MC として参加いたしました。中学生たちの質問を通して日本代表選手から普段のインタビューでは聞くことのできないお話を伺うことができ、たくさんの刺激をいただきました。中学生だけではなく、大人の皆様にもお楽しみいただける内容になっていることと思います。それでは、各回の様子をご覧ください。皆さんこんにちは、清水秀康です。本日はですね、日本代表として世界のトップで活躍している新濱選手、そして高木美帆選手が皆さんの質問に答えていただきます。それでは登場していただきましょう。新濱選手、高木選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはシーズン終わって、今シーズンコロナ禍ということで非常に、これまでにないシーズンだったと思うんですけれども、お二人にとってどんなシーズンだったのか、まず新濱選手から伺いますか。北京オリンピック1年前にして、やっぱり世界の選手と戦えないっていうのは正直自分にとって、ちょっと苦しいシーズン、やっぱり世界の選手と戦って世界で自分の立ち位置っていうのを、1年前に確認したかったんですけど、それができなかったっていうのは、悔い残るシーズンではあったんですけど、その分国内には村上選手っていういいライバルの関係がいるので、2人で切磋琢磨して、いい成績を収めれたので、良かったかなと思います。 500m って今後何秒ぐらいまで出るっていうご自身の感覚で狙われてるんですか。いや、もう国内で考えたら34秒には、超えたいなっていうふうに思います。世界記録では高木選手。はい、そうですね、本当に今シーズンはそのトレーニングするにしても大会をするにしても、きっと全選手が制限がある中でいろいろ工夫しながらシーズンを過ごしていったのかなっていうふうに感じるんですけど、私たちもこうなかなかいつも通りができない中でも、最大限その来年、開催するオリンピックのことを見据えて、工夫して努力し続けることはできたのかなっていうふうには思っていますね。多分みんな気になると思うんですけど、コロナ禍にその工夫されたってどんな工夫されてきたのかな。来年に向けてやらなきゃいけないことをなんかこう最大限考えた結果、国内でもできることはあるっていうのを代わりに見つけていって、そこに最大限その世界で戦うのと同じぐらいの熱量を持って取り組んでいったっていうところですかね。要は海外に行けないけども海外に行ったような緊張感と試合の想定をシミュレーションしてやられたという感じですか。ありがとうございます。今日は中学生が、ほとんど中学生ということで、気になる質問、僕の方からあるんですけれども、中学生の時にこれまでやっといてよかったなっていう、今だから振り返って、例えば新濱選手だったらお父さんの寮を手伝いに行ったとか。いや、もう中学校の時自分全然成績正直持ってなくて、本当に成績出たの本当数年前なので、中学生何やってたかなって考えた時にパッと出てこないんですけど、ただ家にいることの方が多分少なかったと思います。休みの日とか練習がない日とかはしょっちゅう外に出て外でなんかいろんなことやってましたね。冬になれば
親より早く起きて除雪したりとか。あ、除雪がそのスケートに結びついている、はい、足腰。そうですそうです。今の足腰は多分それで。知ってたんですよ。はい。多分つきました。でもベッツ海ってそんな雪降らないでしょ。いやでも降る時がすごい降るんですよ。あの海沿いなんで、あのすごい吹き溜まりっていうか。ああ。はい。なる時がすごい。まあ、なるので、本当にしょっちゅう起きてやってました。続いて、高木選手。はい。そうですね、今、振り返ってみて、取り組んでてよかったなって思うのは、まあ、私、いろんなスポーツやってたっていうのもあるんですけど、うん、自分の体をどう使うかっていうのは、すごい、昔、まあ、小学生あたりの頃から、レベルの差は置いといても、考えるようにはなってたなと思っていて、その継続が、こう、今10年以上経って、来た時に、すごい、今特に生きているなっていう、その長年の積み上げっていうのは、自分の自信にもなるものだなっていうふうには感じているので、多分自分の体の使い方、を考えたりすることって正解とかはないと思うんですけど、その正解がないことを考え続けるっていうのは結構もしかしたら大事かもしれないなと思ったりはしてますね。あとは結構本を読むことが、うん、小学生の頃から好きだった、うん、好きだったというか本を読むことぐらいしかやることなかった時期もあったんですけど、そういうのもあって活字をよく読むので、今こういうなんか欲しい情報があるときに本から得られるっていうのも結構、自分の中ではそういう力が養われててよかったなって思うときはあります。まあでも一つ言えることは、そのいろんなことを挑戦することによって人間ってこう神経が鍛えられるんですよね。だすごい、そのスケートのみならずいろんなスポーツをやることは皆さんの体がどん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 体から脳へと刺激いっているっていうのは言えると思います。なんか親の手伝いにもなるしね。親の手伝い間違いないですね。女性の親の手伝いするっていうのも大事かもしれないです。そうですよ、お父さんお母さんのお手伝いしてくださいね。ここからは皆さんに事前にお二人に質問したいことをたくさんいただいておりますので、早速ですがどんどん聞いていきたいと思うんですけれども、小海中学校の篠原光平さん。はい、お二人に質問です。1年間の練習計画はどのように立てていますか？自分の課題っていうか、いうのは、まあ、コーチと話して、こういう課題があるからこういうことをしたいっていう計画じゃないですけど、まあ、シーズンに向けて、そういうことは、してます。ちなみに中学校の時は、どのような練習されてたんですか？中学校の時は、なんか、ひたすら体力作りっていうか、もう技術とかよりは、もう体力作りの方が多かったと思います。夏は？夏は、ロードバイクで、親と一緒にロード行ったりっていうか、親が後ろから車でついてきてくれて、うん、ぐるっと隣町回ったり、やってたり、あとは、自分、スケート以外、何もスポーツやってないので、夏のトレーニングの練習場までが30分車でかかるんですけど、うん、そこを自転車で毎回、練習に間に合うように、学校終わってから自転車で行って、で、練習して車で帰ってくるみたいなことはしてました。うん、中学の時？中学生の時、3年間。高木選手は中学生の時もあんまりその1年間の練習メニューっていうのは深く考えたことはなくて、うん、で夏はもうサッカーしかしてなくて、で冬になると10月ですね、10月に入ると完全にスケートに切り替えるっていうような生活をしていましたね。でその中学校の時の練習メニューも、先生方が立てていることをメインに、練習に取り組むときに自分でいろいろ考えることを工夫するっていうような
ことをしていました。直接練習内容に手を加えたりとかあんまりしてなくて、その一本滑るときに何を考えるかっていう、ね、どうやって滑るかっていうのは、よく考えてたなと思うんですけど、篠原選手いかがでしたか？大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では次に参ります。また、小海中学校ですね、黒沢慎吾さん。レース前のコンディションだとか気持ちの整え方とかはありますか？自分レース前の気持ちの作りとしては基本的にレース前の、まあ、10分ぐらい前に氷上がるんですけど、それまで基本的に集中はしてないです。リラックスしてるっていうか、アップとかはしっかりいつも通りのルーティンでやるんですけど、本当に普段通りの気持ちで、練習の時もレースの時もアップの気持ちの変化は正直なくて、まあ、レース前あと10分前、まあ、中散って氷上がるところで初めて集中するっていうか、レースにもうそれしかしてないので、ただそこの氷上がる瞬間からレースまでがすぐ集中が自分は 高めているので、もう終わった時は本当どっと疲れるんですけど、もうそこ以外は基本的に喋ってたりリラックスしてます。いやでも僕から見せたらリンクサイドで、はい、新浜選手ウォーミングアップしてたらものすごい怖いですね。いやそれ本当に言われるんですけど、自分全然正直集中しないんで。じゃあ高木選手は、レースの日だけじゃなくて多分1週間前ぐらいからその波っていうか、うん、どんどん集中、なんか全体的に集中力高まっていく方だと思うんですけど、うん、体のコンディショニングを整えることも含めて、うん、でそのレースの日は多分朝から基本的に高いですね。そうなるとやっぱりどうしてもレース数が多かったりすると疲れてしまったりもするので、うん、なるべく集中するところと気持ちをオフにするところっていうのを意識して、集中してちょっと落ち着いてレースの時に一番こう高く集中力を持っていけるようにっていうのは意識はしていますね。でもなんか集中するコツみたいなって思うと、私は中学校の時からこうその一つの練習に対してなんか課題みたいなのがあって、それをクリアすることに集中力をこう作っていったような気がするので、なんかそういうただ練習に集中するっていうのを考えるよりも、何かこう自分の課題をクリアするために行動していくっていう方が自然とこう集中していくんじゃないかなとちょっと思ったりしました、うん、では次に参ります。中央中学校新井光生さん。お二人に質問です。ブレードが錆びないようにするためにどのような手入れをしていますか？錆びないか、外リンクで滑ってるのかな。ちゃんと拭いてますか？外リンクあんま経験、どうなの？屋外リンクで滑ってるんですか普段は？いや屋外です。外リンクってやっぱり寒いじゃないですか、うん、でブレードって冷えるじゃないですか。あでやっぱりあったかいとこ行ったら湿気がすごいじゃないですか、うん、で多分拭いても結露みたいな したと思うんですよ、うんうん、それで多分サイド拭かないから、そうですね、錆びちゃうのかもしれないです、ね、でも道具の管理大事ですからね。いや道具も確かに間違いないです、道具を大切にするのが大事、そのスケートが速くなることは道具を大切にしてくださいということです。はい、次参りましょう。中第四中学校の中野律香さん。スタート時に構えをするとき、どうやって足の位置を自信満々に決めてスタートしているかです。いや聞きたいです私。いや十分聞きたいです。聞きたいです。みんな自信ないよね。
その日によって違わないですから、いやでなんか違うなと、まあ、決まる日もあれば決まらないの、いや間違いないですね、うん、あの毎回毎回同じではないと思います、うん、だけどその練習である程度のやっぱり後ろ足と前足の距離感とか、あの後ろ足の角度とかはある程度自分の中で決めてます。構えて低くなった時に窮屈すぎないポジション、うん、窮屈だと出れないし、でも広すぎたら踏めないしっていう、本当になんか自分のなんだろう、自分に合った多分ポジションがどこかにあるはずなんで、うん、決めるのって後ろ側から、自分は後ろ側から決めますけど、でも前足をラインに合わせて後ろ足大体決めて前足っていう順番なので、ある程度この一旦なんか自分スタートラインに横に立っちゃうっていうか、え、横向きに立っちゃうんですよね、一旦進行方向に対してこう立つ、そうで後ろ足決めてから前に決めるんで、後ろ足の距離感はそれで測ってます。今日はこの辺かなっていう、面白い。いやちょっと話しててめっちゃ本格的なのは自分的には面白いんですけど、うん、絶対難しいですよ、違うんですよ。いやでもなんか もっと本当になんかもっと分かりづらい、構えた時にやっぱりリラックスできるけどバンって言われた時にできるポジションが多分自分の中でベストだと思います、うん、要は見つけて中野さんがスタートしやすいのをとりあえず探していく、はい、あとはもう成長とともにやっぱり変わっていくと思います、うん、ポジションは。その辺女性の意見として高木さんは今回ご質問が中野さんの女性なんですけど、はい、スタートですか、うん、私も今年めちゃくちゃ悩んでるんですけどでもその悩んでるのに五感も取ってるそのなんか自信がないからこそスタート練習っていうのは結構、意識的に行うようにはしていて、自分の足構えてるこの後ろ足と前足の角度を、スタートする前に大体、自分の体に対してこれぐらいに浮いてるっていうのを確認してスタートした時に、これはうまくいった、これはうまくいかなかったっていう情報はなるべく自分の中に落とし入れるようにしててっていうスタート練習の重ね方はしてますね。それで自分のベストなところを探す、ようにはしてるんですけど、うん、なんとなくこの辺りがいいのかなっていうところはあっても、うん、まだこうはまりきらない部分はあるので、うん、もうちょっと改善の余地はありかなと思うんですけど、僕の場合はあのスタート1歩目出た後の氷の傷あるじゃないですか、はい、1本目、はい、あれを毎回チェックしてました。いい時どの角度なのかな、なるほど、悪い時は絶対1本目ミスする時どの角度で着氷してるのかなっていうのを毎回見て、その角度を決めるようにしてました。へー、1本目の角度ということで次参ります。長峰中学校の唐井春音さん、レースとかあと日々の練習で、あの自身のメンタルコントロールはどうやってやってますか？自分はどうだろう、考えたことないですね、普段のことは。普段ゲームとかやるんですか？やらないです。え、普段やどうしてるの？もう最近やめました。最近もう1年近くちょっとやめてスケートの向き合ってます。じゃあこの1年間そのオフは何をされてるの？いやもう何ですかね、もうとりあえず体休めようかなっていう。ああそうです、ね、オフはオフは楽しいもんじゃなくて体を休めるもんということですね。まあ次のシーズンに向けて、まあいろいろ考えたい部分もあるので、うん、まあ一旦体休めて。練習休みの日は何してるんですか？いやもうぐうたらしてます。その1週間に1回休みあったら、はい、買い物行くわけでもなく、まあ本当に何かが必要、これはもうこの日に行かなきゃいけないってなれば行きますけど、うん、まあ、この日じゃなくてもいいなってなれば、うん、もう本当に家でぐうたらしてます。高木選手は？
あんまりうーんって感じそんな感じかなって。いやいや、自分が意識してることかと思って、まあ、でも結構考えることが多いんですけど、うん、そのなんかずっとスケートのことを考えすぎちゃったりすると頭が煮詰まってしまったりとか、うん、なんて体だけじゃなくて気持ち的に疲れちゃうっていうこともあるので、逆に何も考えないでもできることをに没頭したりとか、そういう時間を作ったりしてうまくの頭の方を休めるっていうのを意識的に行うことは、多分メンタルコントロールとしてはやってることかなとは思いますね。なんか多分ほっとくと何かとスケートのことをこう考えてしまうことは多いので、その友人と、まあ、今はなかなか会えないですけど電話だったりするで、うん、その全く関係ないことで盛り上がって話すっていう時間を作ったりとか、うん、あとは、今コーヒー飲めるようになったので、中学生の時は飲めなかったんですけどでそういうのを、コーヒーを入れる楽しみだったりとか、その美味しいコーヒーを、まあ、テイクアウトしか今できないんですけど、飲みに行く楽しみを作ったりとか、そういうのも、入れてますね。それでは次参ります。長距離走に挑戦していきたいですが、持久力を上げるために自転車練習をしていますが、他にどんな練習を取り入れるといいですか？いやもうこれはもう美穂さんしか答えられません。陸トレだったらその体作りっていうところで自転車トレーニングの他にもいろいろ走ったりとか、することも、あると思うんですけど、そのやっぱ長い時間動き続けるっていうのはまず大事かなっていうふうには思います。でそれにプラスして、心拍機能を、鍛えるためにインターバルトレーニングを取り入れたりとか、そういうのもすごい効果的かなっていうふうにも思いますし、中学生の時からそういう機能を高めておくっていうことは、長距離だけじゃなくて中距離にもまた短距離の人たちがこれからトレーニングをこう重ねていくっていう上でもすごい大事なのかなっていうふうには思います。ただ長距離を滑るっていうところで一番大事なのはやっぱり表情の上で長い距離を滑り込むっていうのは、その氷上の上でしか作れない体力っていうのもあると思うので、長距離で速くなりたいっていう考えてる選手がいるのであれば、ぜひ率先してその先頭に出てなるべく長い距離を滑る。やっぱりチームで滑ってるとどうしてもその、はい、自分一人の行動ではできないところもあると思うんですけど、そのあたりは工夫して、そういう時間を増やすっていうのは大事かなっていうふうに思いますね。もちろん、人の種類について自分の滑りをこう整えたりとか、上手い人の種類について技術を盗んだりすることもすごい大事なことでもありますし、あるんですけど、それと同時に先頭で自分の力で滑るっていうこともとっても大事になってくると思うので、ぜひ中学生今の時期からそういうところは意識できたらいいのかなって思いました。では次の質問、エナからもう一つ、エナ氏の方からもう一つご質問があればお願いいたします。お二人に質問です。重心移動をしっかり乗り切るにはどうすればいいですか？うん、重心、でも永遠の課題っちゃ永遠の課題のような気もします。でもしっかり軸足で踏めていれば体重移動っていうか重心移動はできると自分は思ってます。その踏めないから重心移動ができないって自分は思っちゃうんです。中学生の時はそのまず重心を片足に乗せるっていうことを体に染み込ませてた記憶はあります。重心が移動できれば対して蹴らなくてもスケートって 軽くは進むっ
と思うので、なんかその、重心をしっかりと一本足になんか乗せるっていうことは考えて、すごい流してるとき地味にずっと片足に乗せるっていうのはやってた時期はありましたね。結構見てると多くのスケート若い子供たちは両足でずっとこう体重移動できずにっていう選手は多いのかもしれませんね。ちょっとね、もう本当深く聞きたいところでありますけれども、時間の関係都合上で次に行きたいと思いますけれども、今実はここ YS アリーナで開催中の大会に出場した中学生が別室に集まってくれてるんですよね。はい、長田中学校の斉藤咲です。お二人に質問なんですが、先ほどゲームはあまりしていないと聞いたんですが、具体的にゴロゴロクや息抜きは何をされていますか？いやでも最近はなんかネットフリックス漁ってます。ああ、はい、なるほど。その時間が唯一スケートを忘れる時間というか。高木選手は遠征先じゃなかったら、たまに本当に何かに没頭したいっていう時は、ジグソーパズルやったりはするんですよね。なんか何も考えなくても絵をこう照らし合わせて形考えてはめていくっていう単調作業の繰り返しなんですけど意外と良かった。ていうか、いや、で自分は結構没頭でできちゃって、そういうのはさ、パズルやってると結構そもそもなんか頭が整理されていくというかっていうのはなんかたまたま見つけたことなんですけど、そういうのはあったり、あとは漫画や本を読むのも好きなんで、そういう読み物っていうのもいろんな分野は読んだりしますね。ということです。ありがとうございます。はい、他にこの YS アリーナのいらっしゃる方でもし質問があればお願いします。根城中学校の毛利沙子です。2人に質問なんですけど、スケートをやってきてよかったなと思うことは何ですか？自分が楽しいからここまでスケートができていて、で楽しいことをやってるのにいろんな関係者だったりチームメイトだったりそういう人と巡り合えるというか、やっぱりスポーツっていう環境だから、スポーツ選手とこういろんなところで会えたりするっていうのは、自分はやってなかったら多分会えないので、そういう人たちには、そういうところはスケートをここまで頑張ってきてよかったかなと思います。そうですね。私は今年というか今26歳なんですけど、結構周りの友人たちが、社会に出て、社会人として働いて何年か経って行ってっていう人が増えている中で、こうやって自分が夢中になって自分の、時間を全部費やせるものっていうんですかね、ここまで没頭できるものに出会えたっていうことはすごい良かったって思いまして、今でもそれを続けられてるっていうのはすごい幸せなことだなってこの年になったから感じてることはありますね。なのでその今中学生の皆さん、なかなかこう多分部活があるあったりスケートがある時間っていうのがまだ当たり前の環境の中にあると思うんですけど、すごいスケートが好きでスケートを頑張れているのであれば、そういう自分が頑張れるものや夢中になれるものっていうのが身近にあるっていうのはなんかすごい今は難しいかもしれないんですけど、大切にしてもらえたらなんか年上の先輩として嬉しいなっていうふうに思います。では、時間ももう迫ってまいりましたけれども、最後にという形でよろしいんですかね、僕からご質問させていただきたいんですけれども、北京オリンピックに向けて、はい、お願いします。抱負を。いや自分は本当に 500m で金メダルっていうところしか狙ってないっていうか目標にしか、そこだけを見てるので、
それが叶うか叶わないかわからないんですけど、まあ、叶うと信じてやらないければ絶対叶わないと思うので、自分はもう 500m で金メダルをまあ絶対に取って、あとはもう 1000m は一つでも上の順位をまあ目指せるように、あの夏場からしっかり練習をまあ取り組んで、まあ、2種目で表彰台上がれれば自分はいいかなというふうに思っています。新濱選手が金メダルを取ってくれると僕のテレビの露出も出るんで頑張ってほしいです。続いて高木選手、そんななんか新濱選手の後に語れるほど強い抱負っていうのはあんまりなんか持ち合わせてないんですけど、ピョンチャンが終わってからオリンピックに対してまだそこまでこう意欲っていうんですかねが、なかなか出てこない時期も正直あったんですけど、今シーズンこういう難しい環境の中で、いろいろ取り組んでいく中で初めてそのオリンピックで、そのメダルとはまた別にこういうレースをしたいっていうのがなんか芽生えたものがあったので、多分私の中でそれができれば確実っていうことはないんですけど、高い確率で金メダルも取れる可能性は、十分高いっていう中で、ただメダルを取るだけじゃなくて、その自分がこれができたら最高に気持ちいいだろうなっていうものを挑戦してみたいっていうのもあるので、ピョンチャンの時とは違う形で自分のやりたいことに向かっていきたいなって今思っています。いや楽しみにしてます。多分僕も現地に行けたら行くと思うので、あんまり話しかけないように新濱大丈夫ですいやでも話しかけにくいんでちょっとその後遠くから見守ります。ここで最後にお二人からこの中学生に向けて、もちろん中学生に向けてメッセージお願いいたします。まあ自分正直中学生の時にもっと努力すればよかったなって後悔してる部分がすごいあるんですよ。もっとスケートに集中してっていうか、もうスケートしかやってなかったのに、結構スケートに対するこの日本のトップ目指すとか世界行きたいとか、そういう思いが正直中学生の時なかったので、中学生の時からそういう思いでスケートやっとけばよかったなってここ数年ちょっと思っていて、なんで本当に日本のトップや世界で戦いたいって今思ってる中学生は今からそうやって日本のトップや世界のトップを見据えて練習に打ち込むっていうのは自分はやっといた方が正直いいなって、まあ、今だからそう感じるんで、悔いないようにそうやってトップを目指すんであれば、自分は今から世界とか日本のトップを目指して自分の課題だったりスケートに対する姿勢っていうのを見直してほしいっていうか、そういうふうにやって行ってほしいなっていうふうに思います。そうですね、新濱選手はすごい熱いまっすぐなメッセージを伝えてくださったんですけど、自分は逆にスケートだけではないと思ってるので、自分の進む人生の道の幅っていうのをこれから、特に中学校卒業して高校生になる方もいると思うんですけど、広げていくのは自分自身だと思っているので、自分がやりたいことっていうのにしっかりと耳を傾けて、こう、まあ、正直にっていうんですかね、その生きて過ごしていってもらいたいなっていうふうには思います。皆さんぜひリンクで見たときにこの2人の姿勢を見ていただきたいなというふうに感じています。恥ずかしいね、
自然にすごいその熱いものを感じますね、はい、ということで未来の代表スケーターそして日本代表選手オンライン対談終了させていただきたいと思います。新濱選手、高木選手、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね。はい、皆さんこんにちは。荒川静香です。今日は日本代表として世界で活躍している田中圭司選手、そして宮原さと子選手が皆さんの質問に答えてくれます。それでは登場してもらいましょう。田中圭司選手、そして宮原さと子選手です。どうぞ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお二人の後輩であり、将来のスケート界を担う中学生スケーターの皆さんが、お二人のお話を聞くために集まってくれました。いや緊張しますねお二人は中学生の頃のことを覚えてますか？スケートをどう向き合ってたとか。やっぱり一番僕の中では楽しく大変だった時期だったと思いますね。大変だったのは何が大変でした？そうですね、学校やっぱり勉強も大事な時期ですし、もちろんスケートもすごい伸び盛りなので、本当に学校が終わったらすぐ練習場に行くっていう毎日でした。宮原選手は今日はアメリカからご出演していただいているということで、今アメリカで練習をされているんですね。はい、そうです。あの状況はいかがですか？そうですね、もうすぐ試合も近いので、してるんですけど、でも練習時間もしっかり取れていますし、なんとか練習はできてます。ね、今シーズンはまだ世界フィギュアがありますけれども、新型コロナウイルスの影響で例年通りにはいかなかったことも多かったと思います。振り返ってみて、宮原選手にとってどんなシーズンでしたか？コロナの影響でなかなか外に出られない時期があったりとかして、室内でのトレーニングとかも多くあって、あとは自分一人の時間がすごく多かったので、これまで以上に自分と向き合う時間が多かった1年でした。では田中圭司選手にとってはこの1年どんなシーズンになりましたか？そうですね、コロナも大変なのに怪我もして、自分の中でいろいろスケートに対する気持ちを整理しながらなんとか頑張れた1年でした。その経過の状況というのは良くなりましたか？そうですね、やっぱりその心が折れなかった分回復も早かったので、そこはすごく間違ってなかったなって思って1年を過ごしました。それではここからは中学生の皆さんに質問をしていただこうと思います。梅田中学校、星野真理さん、いらっしゃいますか？お二人に質問なんですけど、勉強とスケートの両立はどうやってやっていましたか？田中圭司選手からお願いします。そうですね、僕もすごく両立できたかっていうと微妙なんですけど、やっぱり中学の時ってやっぱりすごく勉強も大事だなって改めて振り返るとそう思ってたので、そうですね、やっぱりすごく大変ですけど、やっぱり学校にいる間はすごく学校の勉強を集中する、まあすごく当たり前ですけど、学校は学校でちゃんと集中して、やっぱり練習は練習でこう切り替えがやっぱりうまくいくと両方にこう力を注げると思うので、僕ができていたかっていうとちょっと微妙なんですけど、この切り替えはやっぱり後々高校生大学生になってもすごく大事だと思うので、この切り替えっていうメリハリをしっかりつけれるようになればできると思います。そ
ですね。宮原さんはいかがですか？両立っていうと自分も完璧にはできていなかったですし、練習どうしてもスケートに集中してしまう時期があったり、特に中学生になると定期テストも入ってくるので、定期テストの時期はスケートの調子がすごい落ちてしまったりとか、そういうこともあって、本当に日々もう調子の良し悪しがすごく大きな波になってしまったりすることもあって、でも今振り返ると、たとえ完璧に両立できてなくても、やれる時にその集中したい方に集中するっていうことはすごく大事だと思うので、両方やらなきゃって思うよりかは、その時に大事にした方がいい方に集中して両方とも頑張れたら一番いいのかなと思います、ね、体も成長していきますし心も成長していきますから、今中学生の皆さん大変な時期かなとは思います。でも田中選手も宮原選手もそこを、ね、乗り越えて今素晴らしい活躍をしているということで、皆さんも今大変だった、頑張ったっていうことは必ず次につながると思いますから、ぜひ頑張ってみてください。星野さん、ありがとうございました。続きまして次の方に質問していただきたいと思います。浄水中学校の手島理香さん、いらっしゃいますか？お二人に質問なんですけど、怪我防止のためにしている、柔軟やストレッチと、トレーニングを教えていただくことはありますか？特別これを絶対やるっていうものはないんですけど、寝る前お風呂上がりにストレッチすることは欠かさずやっているのと、怪我防止の面で言うと必ずトレーニングというよりかは練習の前のウォーミングアップになるんですけど、しっかり毎日同じウォーミングアップをするように心がけています。宮原選手、かなり柔軟性も高いですけれども、もともと柔らかかったのか、それとも努力によってそう柔軟性が上がったのか、どうなんでしょうかね？もともとは全然柔らかくなかったので、頑張ってストレッチは小さい時にはしてました。それでは田中圭司さんはいかがでしょうか？僕が怪我したのも氷上で怪我して、氷上でジャンプの練習で怪我したんですけど、もうその日もすごくこう体が動いて、今怪我しないだろうっていう時に怪我したんで、防げない怪我って絶対あると思うんですけど、やっぱりそれでも怪我をしないためのトレーニングっていうのはもう怠ってなくずっとやってきたのに、やっぱり怪我っていうものはしちゃうと思うので、やっぱりそうですね、本当に油断しないことはすごく大事ですし、やっぱりウォーミングアップもそうですし、トレーニングっていうのはもうそうですね、やっぱりどれだけしてても正解はないなって僕は思ったので、やっぱり自分なりにそのアップもそうですし、ストレッチもやっぱりたくさんやっていっても大丈夫なところだと思うので、やっぱり皆さん油断せずに臨んでほしいなと思います。手島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きまして、柏崎翔陽中等教育学校、金子春也さん。自分は普段の練習でジャンプの確率が低いのですが、どのような練習をしたら確実にジャンプが降りれるようになるのか教えてください。そうですね、僕も中学の頃は正直全くジャンプの確率っていうものは良くなくて、もう本当に時を重ねたなっていう感じがして、本当にまあ時を重ねるイコール僕の中では反復練習をとにかくして、もうたくさん失敗してきたし、あの練習が良かったからっていうものはなかなかないけど、やっぱり繰り返して練習することに尽きるし、そうですね、あとはその繰り返して練習するのは当然なんですけど、その繰り返す中での集中力っていうのは
しっかり保ってやらないと繰り返す練習も意味がないと思うので、やっぱり中学のそういう反復練習ができる時期っていうのはすごく大事だと思うので頑張ってください。田中選手と同じでジャンプはやっぱりとにかく反復練習が大事かなと思うので、自分が飛んだ時に、あ、今の良かったなって思ったジャンプを何回も繰り返しできるように意識して練習することが大事かなと思います。どんどんね、体って成長ともに変わっていきますから、何回飛んでも体が変わってしまうとまたその飛び方を変えていかなければいけない難しさっていうのはあるんですけれども、数こなすっていうイメージありますから、ぜひ金子選手もたくさん練習をして、自分自身のコツというのを掴んでいってみてほしいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。金子選手ありがとうございました。錦ヶ丘中学校本田博人選手いらっしゃいますか？犬とかって飼っているんですか？お二人にペットを飼っているかという質問ですかね。はい、宮原選手いかがでしょうか？飼ってないです。飼ってない。飼ったことはありますか？いや、今まで一度もないです。飼ってないです。田中選手はいかがですか？僕もそうですね、今一人暮らしなのでできてないですね。とりあえず、まあ将来的には猫を飼いたいなって思ってます。猫派ですか？いや、犬派だったんですけど、最近ちょっと猫可愛いなと思ってます。お二人にとって、宮原選手、田中選手にとっての癒しというのはどのようなものでしょうか？癒しは、そうですね、最近は大人の塗り絵にハマってて、それを時間があるときはやるんですけど、昔からのって言われると食べることが好きなので、美味しいものを食べるのが疲れた時の癒しの方法です。お二人にとって中学生の頃の癒しって何かあったか覚えてますか？僕の場合は学校にいる時間が楽しかったですね。友達といる時間が割と僕は楽しかったです。宮原選手はいかがですか？それは同じかもしれない。学校の友達と、またスケートの友達とは別の、会話もできますし、はい、好きでした。はい、それでは次に質問していただく方、森岡市立大宮中学校、長澤智香さん。お二人に質問で、表現力をつけるためにしていることは何ですか？特に今はバレエをたくさんやってるんですけど、オフシーズンだともう少し時間があるので、いろんなダンスのレッスンを受けてみたり、あとは音楽を聴いたり映画を見たり、体の動きだけじゃなくて、そういう感情とか感性を広げるようなものをやったりしてます。選手はいかがですか？そうですね、僕も昔バレエをしていて、まあ、今は特にできてないんですけど、あと自分が何やってきたかなって思うと、やっぱりいろんな映画を見て、やっぱいろんな作品を見て、これってこういう感情なのかなっていう、なんですかね、気持ちの変化をその映画を通しながらこう感じ取って、それを例えばそのプログラムで、映画の曲だったらその人なりきって演じてみるっていう考え方も割と持っていたので、そうですね、割といろんな作品を見ることも大事ですし、もちろん宮原選手のように体を動かして表現力を身につけていくのももちろん正解ですし、やっぱりいろいろ見て学ぶところもあると思うので、本当にたくさんのものとこう触れ合って、自分の感情の変化っていうのをしっかり見てほしいなって思います。長澤選手いかがでしょうか？はい、
もう大丈夫です。ありがとうございました。長澤さん、ありがとうございました。東仁中学校の永井由良さん。試合でいい結果を出すために、直前に心がけていることは何ですか？一番は練習でできたことを出したいっていつも思っていて、まあ、正直それができてるかっていうと、なかなか、微妙だなと思うんですけど、いつもはこう試合に行くとき、どれだけ自分が練習してきたかっていうのを思い出して、本番臨めるときが一番こう、頑張れるときで、やっぱりあれだけ練習したから今回大丈夫だって思えるぐらい練習したいし、一番は練習ですごくうまくいっていたら、やっぱり練習通りやれば大丈夫って自分の中でこう、まあ頑張って思い込めば、その通りにやってしまえばもう、それで試合はいけると思うんで、やっぱり僕は練習を反映させたいなっていつも思っていて、支援立ってます。宮原選手はいかがですか？体的には自分の場合は、冷えたら動けなくなってしまうので、なるべく手袋を最後までつけたりとか、あとは軽く走ったりして、直前まで動くように、自分の演技の直前まで動いているように心がけているのと、気持ちの面では、どうしても不安がどんどん出てきてしまうので、もうそれは受け流して、こんだけ練習してきたから大丈夫っていうのを自分に言い聞かせるようにしてます。それでは次のご質問をしていただきたいと思います。伏見中学校、伊吹ありささん。はい、お二人へ質問したいんですけど、私は今ちょっと怪我をしてて、前みたいに思うように練習できない期間がちょっと続いてるんですけど、そういう怪我をしている期間ってどのような気持ちで、どんな風に過ごしていたか教えていただきたいです。昔やっぱり高校生、大学生の時も大きな怪我をして、まあ、その時にそうですね、大きな試合を全部棄権した時期もあったので、その時の方が今の怪我に比べて結構メンタルにも来たんですけど、その時にこう実行していたことは、一日一回自分のこの怪我のために何か治療行為っていうか、そうですね、何かをするって、一日一回何かをするっていうのを決めて過ごしてましたね。やっぱり練習ができないので、こうその治療に対してできることを何かやるって僕は決めて毎日を過ごしてましたね。まあ例えばですけど、マッサージであったり針治療であったり、まあ温泉に浸かるっていう湯治でもあったり、一日一回何かをする、じっとしないで、もちろんトレーニング、怪我した時のできるトレーニングもそうですし、一日一回その怪我に対して何かをするって思って僕は過ごしていましたね。矢原さんもオリンピックの前に怪我をして、そこから乗り越えて今がありますけれども、いかがですか？そうですね、その時は、自分がスケートしてて初めて1ヶ月以上休まないといけない時期がだったので、最初はどうしてもスケートのことばっかり考えてしまって、ちゃんと戻れるかなっていう不安とかも大きかったんですけど、その時にできること、その怪我に対して、その怪我を治すためにできることに集中して日々を過ごして、まあ、実際にスケートを滑らないとスケートのことを考えても上手になるわけじゃないので、そこを切り替えるようにはかなり意識はしてました。伊吹さん、いかがですか？お二人の話を聞いて。はい、とても参考になったので、早く直して練習できるように頑張ります。ありがとうございます。それでは次の方、ご質問をしていただきたいと思います。市場中学校、上野京子さん、いらっしゃいますか？お二人に質問なんですけど、
コロナ禍で練習とかがあまりできないときにどんな練習やトレーニングをしていましたか？これまで以上にいろんなダンスの、レッスンをオンラインレッスンを受けたりとか、あとは陸で回転練習を重点的にやったり、イメージトレーニングを結構しました。田中圭司選手はいかがですか？いろんなことをやってみたんですけど、やっぱり効果があったなって僕が思ったのは、やっぱりジャンプの感覚をなくしたくなかったので、縄跳びであったり回転練習はしっかりしていましたね。あとは自分のプログラムを陸上でしっかりこう踊るようにしてましたね。本当に少しでもスケートっぽい動きっていうのはすごくしたかったので、やはり何ができるかなって思ったら自分の曲を聴いてこう没頭して踊るではないですけど、集中する時間も割と、そうですね、自粛期間中は楽しくやってました。コロナ禍でいつもはできなかったけど、時間が、ね、スケートに費やしていた時間が他の時間に当てられた中で、一番自分がこれはいつもだったらできなかったなっていうものの思い出って何かありますか？僕、料理ですね。お、料理。一人暮らしですごい雑だったんですけど、でもこの実感ですごく凝った料理がいろいろ試せたのかなと思います。一番美味しかったものは何でしょうか？一番美味しかった、いや何でも美味しいんですけど何でも美味しくはできるんですけど、ただハンバーグだけは上達しないなと思いました。じゃあ今後の課題に一つ。はいはい、また時間があったら頑張ります。三原選手はいかがですか？そうですね、結構たくさんあるんですけど、料理もそうですし、塗り絵と、あと、大学の卒論があったので、それはこのコロナ禍でスケートが休みの期間がなければ、ここまでスムーズにはできなかったなとは思ってます。はい、もういつまでもね、お二人のお話を伺っていたいと思うんですけれども、さらに質問がしたいという方がいらっしゃいましたら、せっかくの機会ですので遠慮せずにご質問してください。お二人に質問で、ジャンプなどがうまくいかないときにどんなことをして気分を変えたりしていますか？自分の場合は調子が悪い日はもう本当に切り替えられずに一日最悪な状態で終わってしまうので、自分の中でもそれは課題なんですけど、でもなるべくもう練習リンクから上がったらもうあんまりジャンプのことは考えないで、調子のことは考えないで、次の日になったら自分の体の状態も変わってるし、また新しい気持ちでスタートできるので、それを頭に入れて、もう練習が終わったら練習のことはなるべく考えないようにしてます。田中圭司さんいかがですか？そうですね、ジャンプがうまくいかない日って、まあ正直ほとんどなんですけど、でもそれでも本当にできない日っていうのはあって、そういう日はもうジャンプを一旦やめて違う練習に取り組むようにしてますね。ジャンプが今日本当にうまくいかないなって思う日は、スピンをジャンプと同じ熱量で練習するとか、もうそれをしてますね。ジャンプができない日はスケーティング、スピン、ステップももっと細かく、普段より細かく練習するっていうことをしてます。スケートには技がたくさんありますから、一つうまくいかなくてやり続けて乗り越えられるのか行き詰まるのかって多分あると思うんですけど、行き詰まったらね、違った練習をした方が有益に、もしかしたら練習がはかどるかもしれませんね。はい、では宮原選手、田中選手に最後にもう一つだけお二人にお伺いいたします。来シーズンはいよいよ北京オリンピックシーズンになりますが、来シーズンの抱負をお願いいたします。もちろんオリンピックという一番大きな目標もあるんですけど、
そこにつながるために一日一日をしっかり自分のベストを尽くしてやるべきことをやる、そして最後にはもうこれ以上やることはないって思えるぐらい自信が持てるようなシーズンにしたいと思います。はい、僕はそうですね、やっぱりオリンピックがあるので、やっぱりオリンピックを目指すためのその過程をしっかりこの1年どれだけこなせたのかなっていうのを自分の中で挑戦したいと思うので、やっぱり練習もそうですし、やっぱりこの怪我明けっていう中でのどれだけ自分がこう這い上がっていけるのかっていう1年にしたいので、本当に自分が掲げている攻めるっていうテーマを実現できたって思える1年にしたいと思います。今日は中学生スケーターとの対談でしたけれども、未来のこのスケーターたちとの対談やってみていかがでしたか？そうですね、自分の中学時代どんなだったかなっていう振り返りにもなって、もう自分もすごく勉強になりました。そうですね、僕自身も中学を振り返るのって何年ぶりかわからないんですけどそれでもやっぱりいろいろ悩んだ時期も、あ、ここ同じだったなって思える瞬間もたくさんあったので、本当に今思うと頑張っててよかったなって思う時間を改めて確認できたので、すごく楽しい時間でした。私自身もスケートを頑張っている自分、そして中学生として普通にこう過ごしたい、みんなとこう部活にも参加して放課後も楽しみたいという思いと葛藤もいろいろあった時期でもありました。ですけれども、そのいろいろな葛藤をすることによって自分のこう精神的な部分で成長する時期でもあるかと思いますので、今こう本当にあのお二人の話を今回本当真剣にキラキラした眼差しで聞いている中学生を見ていると、本当にあのこの中から将来世界のトップに駆け上がっていく選手もいるでしょうし、本当にあのいろいろ自分の道、スケートだけではない道をこう探して頑張っていく可能性がいっぱいある時期だと思いますから、本当にあの応援したいなという気持ちに、ね、私自身も皆さんを見ていて思いました。日本代表を目指す全国の中学生スケーターにメッセージをそれぞれ宮原選手、田中選手の方からお願いします。まあ、いいこと悪いこと、いろんな場面に直面すると思いますし、いろんなことがこれからもたくさんあると思うので、そんな時には、まあ、悩まずにとにかくその瞬間を楽しむっていうことを感じてほしいなと思います。私の最近のちょっと気づいたことで、自分も、まあ、何かなんか悩みとか不安なことがあったら何でももう楽しんじゃえって思うようにしてるので、そういう明るい方向に向かっていけるように頑張ってください。私も頑張ります。中学生の時期って本当にいろんな経験をしますし、本当にそれが今生きてるなって思う瞬間もたくさんあるので、本当にたくさんの経験とたくさんの失敗っていうのを恐れずにやり続けて、やっぱり宮原選手が言ったように楽しむ気持ちも絶対忘れちゃいけないですし、本当にたくさんの経験をしてからどんどん成長していくもんだと思うので、今のうちにたくさん失敗も覚えて成功も覚えて頑張ってほしいなと思いますね。はい、それでは皆さん、中学生の皆さん、本当にあの田中選手、宮原選手の中学生の頃のお話なんかも聞けて貴重な機会になったかと思います。そして皆さんも今成長著しい時だと思いますし、進路にも悩んでいく時が出てくると思いますけれども、自分の選んだ道というのが必ず自分にとって正解だったというように、もう本当にあの最善を尽くして進んでいくことが未来につながっていくことと思いますので、今悩んでも必ず道は開けると思います。意思あるところに道は開けますので、皆さん頑張ってください。今日はありがとうございました。
皆さんこんにちは。こんにちは、日本代表として世界で、活躍されている、渡辺啓太選手と神永汐音選手にお越しいただいて、みんなの質問にですね、どんどん答えていただけます。それでは早速登場してもらいましょう。渡辺選手、神永選手です。こんにちは。皆さんこんにちは、はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします、はい、第一印象どうでしょうか、渡辺さん。はい、なんか中学生のことをこうしてオンライン上ですけど会うことも今までなかったのですごい新鮮ですし、なんかみんなあこうしてショートトラックやってくれてる子たちなんだなっていうふうに思ってます。はい、神永選手どうでしょうか。私も中学生の頃を思い出しながら皆さんと、同じ、時もあったので、そういうことも思い出しながら今日は楽しくできたらいいなと思います。今シーズンは、まあ、ほぼ終わったという形になるんですけども、まあ、本当に国内では数試合戦えましたけども、国際大会もすべて、なかったという状況で、まあ、新型コロナウイルスの影響で、まあ、本当に例年とは全く異なるシーズンだったと思いますけども、まず今シーズン振り返って、どういかがだったですかね。渡辺選手からいいですか。そうですね、僕は本当に9月の距離別大会ではあまりいい結果ではなくて、割と、まあ、国内の試合はたくさんできた方なんですけど、まあ夏場から、まあ、少し少なからずコロナウイルスの影響もあって、まあ、練習することが難しかったりとか、ちょっといつもとは違う環境の中でのトレーニングはたくさんあったかなというふうに思いますし、まあ距離別大会ダメだったんですけど、諦めずにしっかり全日本大会、全日本選手権を戦って、まあ、そこで優勝することができたのはすごい良かったシーズンって言っていいか分かんないですけど、良かったかなというふうに思ってます。神永選手、どんなシーズンだったでしょうか。私はですね、距離別で代表権を獲得できたので、今シーズン試合は2試合しかしていなくて、それでも昨年よりも確実にレベルアップしていることは感じれたので、国際大会がなかったのは非常に残念だったんですけど、北京オリンピックが近づいているということで、さらにレベルアップして、今とても来シーズンが楽しみな状況です。はい、で今日ですね、中学生の選手が対象なんですけども、まあ、僕が中学校の頃って実はですね、まだショートトラックってオリンピック競技じゃなかったんですよね。僕は高校1年生の1992年ですね、初めてショートトラックがオリンピック競技になったので、この中学生の頃ってこれオリンピックに出るとか、将来僕34歳で引退したんですけど、34歳までやるなんてことは全くイメージしなかったんですけども、渡辺選手どうですか。中学校時代ってなんか将来のことって考えてましたかね。そうですね、中学生の頃は全然僕自身その練習環境も埼玉県だったので、すごくこう毎日毎日滑走できてたっていうわけでもなく、埼玉での練習だけでいうと週2回しか滑れなかったので、オリンピックっていうものがすごく見えてたかっていうと本当に遠い存在でのものだったかなっていうのはすごい記憶にありますね。なるほど。やっぱりじゃあ本当に、まあ本当に中学時代スケートが好きで、もう滑ってまずそういったところから始めてたような感じなんですかね。はい、なるほどなるほど、はい、逆に神永選手は、まあ、延山で身近にスケートってあったかなというふうには思いますし、まあ、代表チームも近くで練習してたと思うんですけども、どんなことを考えてましたかね。私は、まあ、今言ったように近くに速い先輩だったりとかオリンピックに出たことがある先輩がいたので、もうその時からオリンピックっていうものを目指していたので、まあ、ちょっと啓太さんとはちょっと違うんですけど、その時からもう何て言うんですかね、勝ちたいとかオリンピックに行きたいっていう強い気持ちがありながら練習をしていました。はい、早速ですね、選手の皆様に質問をしてもらいたいというふうに思いますけども、はい、じゃあ荒川区第三中学校の宇田和樹選手、スケートを
始めようと思ったきっかけは何ですか？はい、僕は小学2年生の頃にの冬のスケート教室で誘われて、川越埼玉県のコーチに誘われてスケート始めたんですけど、その受ける風であったりとか、そのスピードを出すのがすごく楽しくて、そこからスケートを始めました。なるほど。神山選手、なんとなくわかるような気がするんですけど、神山選手どうでしょうか？私は、父が、低山ロッジに働いていてそれでその関係もあって入ったんですけど、最初は小学校1年生の時からアルペンスキーをやっていたので、その時はあんまりスケートには練習に行かず、スキーメインでやってたので、そんなにその時はスケートも好きじゃなかったし、何の競技かもわからなかったんですけど、まあさっき言ったようにオリンピックを見てスケートの方に方向転換していったって感じです。いいですね。僕も先ほども話した通り、ショートトラックはオリンピック競技じゃなかったので、最初スケート教室入った時、これ何の競技かよく分からず、ただ好きなので滑ってたっていうこともありますので、いいですよね。本当にいろんな理由があると思います。さあ、宇田さん、宇田選手、もう一つありますか、質問は。はい、僕は勉強が苦手なんですけど、お二人はテストの時とかどうしてましたか？僕は、そうですね、好きか嫌いかで言うなれば、まあ、嫌い寄りでしたね、勉強自体は。でも、まあ、それでも、まあ、できることはなるべく勉強の方でもやろうとはしていたのもありましたし、まあ、それこそ学校とか、まあ、お母さんお父さんからも、まあ、少し言われて、やることはやってたかなっていうふうに思うかなっていうのと、まあ、今思えばそのやっていることは無駄ではなかったのかなっていうふうに思う時もあります。はい、正直な回答だったかなと思いますが、さあ神奈川いかがでしょうか？別に嫌いではないんですけど、そんなに勉強っていうものが得意ではなかったので、あんまりテストの点とかもよくなかったんですけど、やっぱり提出物だったり、やることは本当にしっかりやってスケートと両立しながらやっていました。さあ宇田選手どうですか、お二人のお話で。あんまり勉強ができないからスケートと両立を目指していきたいなと思います。はい、ありがとうございます。一生懸命ね、その一つのことに取り組むっていうことは簡単じゃないことだとは思いますけども、やっぱりすごくそのことに集中できるっていうことはすごく今後のために役立つと思いますので、決して、必ず絶対2つをやりきろうっていうのを考えすぎずですね、まず好きになって、競技を続けていただいて、勉強のも合わせてですね、同じように取り組んでいただきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい、じゃあどしどしいきましょう。2人目ですけれども、じゃあはい、じゃあ青山中学校の柴田亮介さん。ジュニアの時から欠かさず行っていることは何ですか？おー、いいですね。私は練習ノートを毎日欠かさず取っていて、練習メニューとその時のコーチに言われたことだったり、反省点良かったことっていうのは毎日欠かさず行っています。あ、それいつぐらいからですか？それはもうちょうど中学1年生の頃に、県の合宿に参加させてもらった時に先輩たちが行っていたので、私も真似しようと思って今もやっています。ああ、なるほどなるほど。いいですね。僕も実は中学校高校ぐらいからですね、引退するまで34歳まで練習ノート書いてたんですけど、今振り返ると練習以外のこと結構書いてあるんですよ。その時の出来事とかまあまあ食べたものとか、あ、なんか練習ノートって振り返ると結構面白いなというふうに思いますので、あ、すごくいい話だなと思いました。さあ渡辺選手どうですか？そうですね、僕は本当に欠かさずノートを書くとかはなかなかこう続かなかったタイプで、あんまりノートを毎日毎日っていうのはないんですけど、こうその自分の中で、あ、これは忘れちゃいけないなとか、あ、この感覚は残しときたいなっていう時はもう小さい頃から書いてた記憶はありますね。あれですか、今、はい、どうぞ。まあ僕の場合本当に環境が、はい、
環境がすごく大きく変わってきたスケート人生で、それこそ中学生高校生は練習量が少ないところから大学で練習量の多い方に行ったりとかもあったので、その中学生の時に覚えてるのは一人で公園でイミテーションしたりとかはしてた記憶ありますね、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、さあ、じゃあ次、続いてですけども、おですね、じゃあ内出中学校の森岡空さん、中学生の頃リキトレで何をどんぐらいしていたかちょっと聞きたいなって思います。あ、なるほどなるほど。僕はもう本当に覚えてるのは、両足屈伸ずっとやってました。それこそ100回から何回やるかみたいなところで、両足屈伸ずっとやってた記憶あります。なるほど。さっき公演なんかでイミテーションなんかもやられてたとか、いうふうにお話しされてましたけども、うん、ベースはやっぱり両足屈伸をまずやってるっていうイメージですかね。はい、そういったメニューもよくわからないところもあって、本当にベーシックなところ、基本のところで両足屈伸だったりとかイミテーションとかを、まあ本当に、まあ、本当一人でずっとなんかやってた記憶はありますね。じゃあ神永選手いかがでしょうか。はい、私の場合はですね、低山ロッジのクラブに入っていたので、イミテーションだったり表情トレーニングだったり、いろんなことをバランスよくやっていた記憶があります。なるほど。もうあれですか、陸トレのその練習量自体も結構小学校から多かったですか。小学校の頃はコーチも、小学生のコーチがいたので遊びながら練習、鬼ごっこでインターバルトレーニングみたいな感じでやってたんですけど中学生からは、上の人たちと一緒に混じってやったので、インターバルトレーニングはもう、バイクでやったりウェイトトレーニングも入れ始めたりっていうので、私は比較的他の選手よりも体が大きかったので上の人たちと一緒に練習はしていました。なるほどなるほど。さあ、森岡さんまだありますか、ご質問。はい、もう一つあるんですけど、はい、ショートトラックの競技で面白いと感じるところはどこかっていうのをお二人に聞き私は、最初に話したようにアルペンスキーとスピードスケートとショートトラックってやってきたんですけど、最終的にショートトラックを選んだ理由っていうのはやっぱり速いだけじゃ勝てない、まあ、駆け引きだったり戦術だったりいろんな要素があってのショートトラックっていうの面白さだと思うので、そこに惹かれていったっていうのがありますね。なるほどなるほど。そうですね、3競技やって最後1つ絞るってなかなかあれですよね。最後本当に迷われたと思うんですけど、なんかすごく明確な回答だったかなというふうに思います。じゃあ渡辺選手どうでしょうか。もうやっぱりあんなに、まあ、100メートルのスケートリンクであのスピードで相手を抜いたりとか抜かさせなったりっていうところの迫力のある競技ってなかなか僕はないと思っていて、そこをやっぱりもう小さい頃からずっと持ち続けてるのはやっぱあのスピードと、そのスピードが出た時の受ける風とかのあの迫力はやっぱりもう面白くてやめれないですし、まあ、大人になってからより思うのは自分のしたいレースができて、その中でやっぱり優勝したりとか勝ったっていうところ、勝てる時、勝った瞬間っていうのはより一層楽しく面白くなってきたなというふうに思ってますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もうちょっといけそうですかね。もう一人じゃあの行きますか。はい、じゃあ次はですね、難しいなこれ、締め東中学校っていうんですかね、健城総太郎さんいらっしゃいますか。はい、はい、じゃあお願いします。コース取りが上手くなるにはどんな練習をしたらいいですか。おお、いいですね。さあ渡辺選手どうですか、コース取り。コース取りを上手くなるにはやっぱり自分のことを、まあ、片足で自分をコントロールするっていうのがとても僕は大事だと思っていて、しっかり片足に乗って滑ることができれば自分の好きなコースを通れると僕は思ってます。なるほどなるほど。なので、まあ、基本的な片足に乗ってしっかり滑らすっていうことをしっかりできれば
それをしっかり考えて練習すれば自然とできるようになってくるんじゃないかなと。さあ、ちょっとなかなか難しい質問ですが、神永選手どうですか？私はコース取りは結構苦手で、抜き合いとかもちょっと遠慮しがちなところがあるんですけど、世界の選手の滑りを見て、いろんなコース取りを滑ってる選手がいるので、結構イメージトレーニングを多くして、それを氷上につなげれるかっていうのをよくやっています。はい、ありがとうございました。今神永選手が言われた通り、僕もやっぱり強くなる頃って強い選手の滑りを本当にコピーしたような感じで、真似してから本当に自分のですね、いわゆる独特オリジナルのスケーティングだったりコース取りってしてきたと思いますので、そういった強い選手のですね、コース取りをどん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 やっぱり勉強してほしいなと思いますし、ビデオとか映像とかを見たときに外から見てるんじゃなくて、その選手になったつもりでそのレースを見るとですね、また違った景色が見えてくると思いますので、まあ、ぜひですね、今お二人から言われたことを意識して、今後取り組んでいただきたいと思いますけども、で、まあ、僕からですね、ずっと順番に当ててっても皆さんお話できないので、もし今お話しされた方以外でぜひ質問したいっていう方いらっしゃったら、篠崎第二中学校かな、西村瑠衣さんかな、はい、ご質問はどなたにありますか？神永選手です。神永選手、ご指名です。神永選手、はい。質問は、練習中に貧血をが起こることが多いんですけど、日常的に見直すことはありますか？多分女子の選手は多分そういうことってあると思うんですけど、私の場合は、食事だったり鉄のサプリメントを飲んだりして、とにかく鉄の量を減らさないようにしていて、あとは血液検査などをして、自分の体の状態、鉄が今どれぐらいあるのかっていうのを普段からしています。あと、そういう場合は遠慮せずにコーチに、相談して、そういう時はもう無理して練習する必要はないと思うので、そういうのも、コーチに相談したり、まあ、周りの選手に相談できる人がいれば相談して、無理はせずに練習できたらいいなと思っています。やっぱり貧血って本当に非常に大事な問題だと思いますので、ちょっといい今日本当にご質問していただいたと思いますので、早速実践をしていただければなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今もう一人手を挙げていただいた健城若葉さん、お話できますか？スタートを早くするにはどのような練習をすればいいですか？それこそ日本の今のトップ選手の中でもすごく速い選手が今多いので、その人たちの先ほど、まあ、神永選手が言ったようにビデオをまず見て、それを寺尾さんがおっしゃられたように自分の目で見てる、その人の見てる映像を自分の目で見てるようなイメージをしながら、まあ、まずは陸上からっていいと思うので、陸上で思いっきりそのスタート、やっぱ体の動きがすごく大事だと思うので、その動きをまずやってみる、それを何回も何回もやってみる、もう挑戦し続けるっていうことがすごく僕は大事だと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ神永選手いかがですか？私は中学生の頃あんまりスタートが速くなかったんですけど、とにかくピストルの音が鳴った瞬間に誰よりも早く出るっていうところがまず最初大事だと思うんで、反応を良くするために、例えばレースで自分が滑ってないレースの時も反応だけやってスタートの1歩目だけやったりとか、あとは、私の場合は周りに速い選手がたくさんいたので、どんなことを意識しているのかとか、そういうのを聞いたりしてました。じゃあ最後もう一人だけ、行きたいなと思いますが、じゃあですね、もう一人だけ、福間中学校の佐古志保さんいらっしゃいますか？低い姿勢で長距離を滑ったら、どうしても後半で上体が上がってしまうんですけど、低い姿勢で滑り続けるにはどうしたらいいですか？表情で低い姿勢を保つって結構大変だと思うので、私の場合は陸トレでイミテーションです。表情で滑りたい、自分が理想としている姿勢よりもちょっと低く
して、練習をしてで表情につなげるように意識しています。うん、なるほど、なるほど。まだじゃあ氷に乗る前にまず陸の上でしっかりできる姿勢を作っているということですね。はい、ありがとうございます。はい、渡辺選手いかがでしょうか。まあ塩根からその技術的なことを言ってくれたので僕は気持ち的なところから言おうかなと思うんですけど、それこそその辛くなってきた時に負けたくないライバルの顔を思い出すとか、気持ち的にそこで自分をこう奮い立たせて、わかるかな、奮い立たせてもう絶対負けないって思ってここ頑張るって思ってやると、今でも僕たまにそれたまにというかやるんですけど、しっかり低い姿勢で基本固めたいときは負けたくない人を思い出して、ライバル思い出してしっかり追い込んでます。まあ、お二方に共通してるんですけど、まあ、最初の質問でもありましたけども、やっぱりこう小さな頃から、まあ、取り組んできてることとか例えば考えてることっていうのはやっぱりなんかどこかやっぱり選手の中に残っていて、今もやっぱりそれが続けていて勝てる糧になっているというふうに感じましたので、まあ、今日中学生の選手の皆さんに言った話をですね、僕らの時代なかなか聞くことがなかったんですけども、こういった先輩からですねお話を聞いて、まあ、今すぐできること、それから将来に向けて少しずつやっていけることがあると思いますので、ぜひですねそういったことを意識してスケートにですね取り組んでほしいなと思いますし、まあ、中学生だとやっぱり他に部活とかですね持ってることもあると思いますので、まあ、その部活動もですね競技につながるようにいい意味でですねしっかり取り組んでいただきたいなというふうに思います。時間もですね迫ってきておりますので、ちょっとまあ最後2人にですね改めてお伺いしたいと思うんですけれども、気づいたらもう1年北京まで、切っているんですけども、それぞれ来シーズンのですね抱負を伺いたいなというふうに思いますけども、うん、今本当に北京オリンピック開催にの前の東京オリンピックもどうなるかわからないという状況なんですけども、まあ、アスリートとしてやっぱりできることっていうのはもうあると信じてそこに向かって準備していくっていうことだと思うので、やはり今のショートトラック界まだメダルっていうのが少し遠のいているので、そこをしっかり目標をずっと心に持ち続けてちゃんと北京でメダル取ってこうみんなで喜べるように喜べる準備をして頑張っていきたいと思ってます。もうピョンチャンからもうすぐ4年経つのかって考えると時が経つの早いって思っていて、北京オリンピックでは必ずメダルを取って、今皆さんが聞いている皆さんたちが次は多分北京の次は出る人もいるんじゃないかなと思うので、そこの皆さんにつなげられるようにしっかり結果を残したいと思います。はい、で本当に最後の最後になるんですけども、まあ、今後ですね、日本代表選手を目指す今日参加してくれた選手の皆様に、まあ、一言ずつ、まあ、メッセージをいただければなと思いますので、渡辺選手お願いします。本当に今夢しかない、本当に何でもできる年齢でもあると思うので、まあ、しっかり練習もしたり遊んだり勉強もしたりいろんなことして、まあ、その中でやっぱりオリンピックに出たいという思いが多分強くなってくると思うので、そこに向かって頑張ってほしいと思います。スケートをまず楽しんでやっていくっていうのが大事だと思うので、スケートを楽しむっていうことと、あと4年後じゃないな、北京の次の北京が終わってから4年後のオリンピックは皆さんとぜひ一緒に出たいので、共に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。それでは未来の代表スケーターですね、皆さん未来の代表スケーターと日本代表選手のオンライン対談を終了といたします。本当に渡辺選手、神永選手ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん遠くでちょっと拍手してくださいね、こうやって。ありがとうございました。はい、スケートフォワード。フォワード。皆様、未来の代表スケーター、そして日本代表選手オンライン対談はお楽しみいただけましたでしょうか。新型コロナウイルスはスケート界にも多大な影響を及ぼし、今回参加してくれた中学生たちの一部が
出場を予定していた全国中学校スケート大会も中止となりました。大きな舞台を目指し、必死に練習してきた中学生たちは残念な思いでいっぱいだったと思います。そんな中、日本代表選手からもらったメッセージは、未来ある中学生スケーターたちにとって大きな活力となったことと思います。そして、いつか彼らが日本代表選手となって世界で活躍してくれることを願っております。いよいよ来シーズンは北京オリンピックシーズンとなります。引き続き、スケート競技、そして選手たちへの応援をよろしくお願いいたします。スケートフォワード。